趣旨の説明を聴取いたします。はい、葉梨法務大臣。民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。この法律案は無戸籍者の問題を解消し、児童虐待を防止するなどの観点から民法等の一部を改正しようとするものであります。その要点は次のとおりであります。第一に、民法の一部を改正して嫡出推定規定を見直し、母の婚姻の解消等の日から300日以内であっても、母の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定することとし、これに伴い不要となる女性の再婚禁止期間に関する規定を削除するとともに、嫡出否認をすることができるものの範囲及び嫡出否認の訴えの出訴期間を見直し、また事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間を設けるなどの措置を講じ、さらに親権者の懲戒権に関する規定を削除し、この看護及び教育においてこの人格を尊重することや体罰をしてはならないこと等の規定を新設することとしております。第2に、国籍法の一部を改正して、事実に反する認知の効力を争えなくなった場合でも、事実に反する認知によって日本国籍を取得することができないことを明らかにする規定を設けることとしております。第3に、人事訴訟法及び家事事件手続き法の一部を改正して、嫡出否認の判決または審判が確定した場合に、その内容をこの判決等により嫡出推定を受けることになる母の全部に通知すること等の規定を設けることとしております。第4に、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の一部を改正して、嫡出否認をすることができるものの範囲の見直しにかかる民法の一部改正に伴い、第三者の精子を用いた生殖補助医療により出生した子について、妻及びこの嫡出否認権を制限する規定を設けることとしております。第5に、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正して、親権者や児童相談所長等が児童に対して行う看護及び教育等に関する必要な措置について、この看護及び教育等に係る民法の一部改正と同様の見直しを行うこととしております。以上がこの法律案の趣旨でございます。何卒慎重にご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りをいたします。本案審査のため、来る8日火曜日午前9時から参考人の出席を求め意見を聴取することとし、その人選につきましては委員長にご一任を願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る8日火曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会をいたします。